町のモンドは、幕末の合津藩士。父、町の伊佐江門官へい、母貴との子に生まれる。通称は玄之助、意名縄茂康。は、槍の達人で、弟の久吉と共に、鴨井に藩士を吊るし、それを、えいっと槍で通すと藩士は少しも動かなかったという。源氏元年、京都守護職本陣に向かう途中、桑名藩士を切り、到着後入牢。七月金門の変で、 牢を破り一番槍を目指すが、久保田智もに続き飯川ュ然と共に二番槍の、功名を挙げるも越後国艦バラ軍津川で謹慎。慶応四年奥来寺武行権保滅役を命ぜられた、門戸は、合図藩肥料である越後の小出島に赴任し、三国峠を守備するも4月24日の戦いで、実定、久吉を戦死させた後小出島まで撤退、さらに攻められて、 越後戦線へ移動した。8月11日、佐川官兵衛の後任として、再生営の須作市中4番隊の隊長に就任、北越戦線を転戦するが、鶴ヶ城下に官軍が進行したとの法に接し、急ぎ城下に戻る。熊倉の戦いを、藍津軍大勝利に導いた後、一の関の大激戦の最中に、陣将、茅野の長治の命により軍事武行。 樋口ち介と共に、鶴ヶ城に入城し、藩主、松平片森に、米沢藩からの幸福勧告を伝える。9月7日、母、木戸、妻、やよ、姉、房、長女、なお、長男、玄太郎の5人が、川沼郡坂下商法寺の裏山で自陣、おば、なみ勝かは、その2人の男子を差し違いした。過牧の誤った、選挙報告により、 死を急ぐに至ったと言われる。七歳になる長女なおは、怖がって、泣くので、お城にいらっしゃるお父様のご無事を、お祈りしましょうというと手を合わせ名目したので、その瞬間に、モンドの配下の大竹と世之助が、涙ながらに解釈したとのことである。会場後、近親のまま居残利取締りリサルつけるとの、新政府軍軍務局からの達しを受け、若松取締りに任ずる。この間、 伴え百越らと戦死者の埋葬に尽力した。会津松平家が最高を許された際、立藩の地を稲葉城盆地か下北半島かの選択を迫られ、門戸は強く稲葉城を押したが、結局、山川博志らが押す下北の地に決定した。都南藩である。明治3年、片森の子、松平片春が都南藩知事となる。明治7年、 佐川官兵衛中心に300名の旧合津藩士が警視庁巡査として採用される。明治期門戸は都内には移住せず、若松北工事52番地に今日構え、当地の復興に全力を傾注した。明治6年鶴ヶ城を陸軍省が売りに出し、門戸は862円で落札した。しかし、翌7年城は取り壊しになった。明治9年門戸は、 鹿島県土木ど御用係につく。自由民権運動の高まりの中で、モンドは、明治15年6月、スワイスケ、辰野総治と連名で、合図定政党を設立。当時福島県令の三島道常の三方道路建設に寄与、清水や旅館事件に関わる。翌明治16年10月、二番目の妻石を失う。この二人の間に誕生したのが、町の竹芝である。 明治17年、モンドは、大沼郡庁に登用される。後、小八くらいに上される。明治20年、梅宮平三郎の長女松と三度目の結婚。モンド48歳であった。晩年は、大正元年、老税記者を、無礼打ちにするなど無弁ぶりを発揮、合津と村井礼議会の発起人代表を務めたが、大正12年、年85で没死した。 最後の藍津節と言われた。墓は、藍津若松市の融通寺。改名は、武田海殿圏、誉れだ精神清子寺。町の家は遠く、平安時代中期上は演技の頃、古行の文章博士であった、三好清幸に発し、下って、鎌倉幕府の門中書出寺、三好康信につながる。康信から三代目の三好康史持ちの第二、大見国家盲軍日野草。 町の雄を賜り、以後、聖三千や何がしと名乗る。室町幕府においては表情集にその名が見える。その後、室町時代末期に、六角佐々木家に仕えた町の備前主三前平春を、中高の外し、三大目備前守る秀長の代に、佐々木家が滅亡した後、我モ氏に属したとされる。また、表情集の町の家が、 幕府の記録から消えるのが天文年間で、ガモ氏の家臣として記録上登場するのが元気年間であることから、幕府内の政治的競争で敗れた表情集の町の家が、六角佐々木家との縁で、ガモ氏に仕えた可能性を指摘する説もある。本能寺の変の時、秀長秀俊ヒ氏は、ガモ方秀に従って、大江の日の城にいた。主君、ガモ方秀が、 大江の武将がことごとく、明智光秀に味方した中で、一人日の城によって、義を通したその折、不死は共に城に立てこもり奮戦した。余談であるが、秀長の次男、町の茂る直は、ガム宇治里の家老であり、宇治里トなどにその名も高いが、その後爆心となるも公主がなく八代で耐えた。このことは、段下踏まきの十九、町の死の功に明らかである。町の門戸が、 ち直の直径であると、ルフされているのは間違いである。町の家は前期の町の秀長の長男で、町のし直の兄である秀俊の系統である。秀俊は父、秀長と共に、日の城守備の任を果たし、町の家当主として、岩見守るを賜り五系類を存続させた。町の家は、ガモ受けの合図天保に伴い、合図に移った。 その後、ガモウケは三代で断絶したので、町の家は、合図に泊まり機能していたが、町の重なりの代に価格が高いことに鑑み星な、正行に召し抱えられる。そのまま、合図松平家の家臣となり、幕末に至る。門戸は、不春より十四代目の当主であり、幕末三百国をはんでいた。木下里氏、室町幕府、関東足利氏における町の氏。 ISBN 978から4から872947403初週木下里氏室町幕府の戸様集と方向集 ISBN 978から4から8862179052018年 P298 から299.310ありがとうございます